芸術創造の渡江と申します。よろしくお願いします。2回に引き続きまして今日モデレーターをさせていただきますけれども、実はこの企画をする前に地域、かける、まあ、ある種文化団体とかですね、劇場というところで面白いところないですかというのを、まあ、芸術さんとお話するので、僕が一番頭に浮かんだのが豊中に今面白いところが、まあ、今というかずっと頑張られてるんですけど、最近私が特にいろいろいる中で面白いなということで最もご登壇いただきたかった方です。で、前回は、豊島区の、まあ、新ホールであったりというところで、どっちかっていうと、まあ、目的、設立の目的がその豊島区のブランディングであったり、まあ、イメージ改革であったりというところに振った事例なんです。逆にセンチュリーさん、豊中市さんなんかでいうと社会的な波及というところを本当に真面目に、まあ、特にどの自治体文化団体も注目しているところではありますけども、真面目にやってこられたので、特にもう詳しくは後ほどお渡ししますけど、橋本さんにご先輩にやられて、そこからいろいろサバイブしてきたっていう、とってもたくましくて、っていう団体だなというふうに思います。今日流れとしてはいつも通り2時間ありますけども、初め50分から1時間ぐらいか、筒香さんにプレゼンをいただいてですね、その後、まあ、20分、ちょい2、30分私の方から、質問を、まあ、ディスカッションという形で筒香さんにお伺いさせていただきたくて、で最後30分ほどですね、前回と同様に会場の皆さんから挙手制でいきたいと思いますけども、ご質問をいただければというふうに思います。はい、じゃあ早速ですけど、いいですか。はい、はい、ちょっとあんまり風邪で喉の調子が合ってます。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。じゃあお任せします。はい、はい、皆さんこんばんは。今ご紹介いただきました秋塚と申します。まあ、前にもありますように日本センチュリー交響楽団の事務局員であり、豊中市立文化芸術センターのプロデューサーでもあります。まあ、なんでそういう肩書かっていうと、まあ、それが今日お声掛けいただいた理由でもあるんですけども、このですね、ちょっと俯瞰図が見えてますが、大阪府の豊中市というところに、まあ、この後また詳しく説明しますが、豊中市立文化芸術センターというのがありまして、ここは、指定管理者制度を使って運営されてるんですけども、まあ、その指定管理者としてですね、JTB コミュニケーションデザインという民間の他の公共ホールとか公共施設も含めて、運営をよくされています民間の会社と、我々日本センチュリー交響楽団、そして、まあ、ビルメンテナンスの会社の日本関西で、舞台技術関係の大阪共立グループ、まあ、この4社が、共同事業体として、このホールの指定管理を、受けております。まあ、大規模なこういうホールとして、公的な、文化施設がの運営をですね、まあ、指定管理者として、芸術団体が担うというのは、まあ、日本で最初のケースということで、全てやることが全部こうトライアルというか、全部初めてのことをいろんなことを試しながらやってるんですけども、まあ、そういう関係で、じゃあ、実際オーケストラが、他の団体と共同ではありますけれども、公共ホールをどんなふうに考えて運営して、まあ、それがどういう形に今なっているかということをお話ししたいと思います。はい、で、まあ最初に大阪の事例ということもありますので、まあ、この豊中市のこととか、日本センチュリー航空団のこととかを簡単にお話しした後に、まあ、具体的な個別の事業の話をしていきたいんですけれども、まあ、最初に結論から言いますと、これはまあすごくオーケストラ、これを運営しているオーケストラの視点からの、結論ではあるんですけれども、まあ、こういうことだと思うんですよ。その公共文化施設の運営とかですね、やっぱりこの公的な文化事業を通じて、そのオーケストラであるとか、まあ、そこに所属している音楽家、あるいは私みたいな専門スタッフの、まあ、能力、ポテンシャルを引き出して、それをまあそこの、市、自治体の地域の芸術文化の質の向上とか、文化芸術よりより良い地域づくりにどんどん還元していこうと。まあ、
私自身はこういう発想で今この指定管理としての事業をやっています。で、まあ、これがどういうことなのかっていうのを、まあ、これから見ていきたいと思うんですが、まずその大阪府の豊中市っていうのはどういうところなのかっていうのを簡単に説明しますね。大阪府の北西部にありまして、まあ、南が大阪市です。で、西がもう兵庫県で伊丹市とか宝塚市とかあって、まあ、この伊丹市っていうのを見ても分かるように伊丹空港があります。大阪伊丹空港があって、で、滑走路はほとんど伊丹市なんですけども、そのビルのターミナルは豊中市です。で、人口が40万人います。それなりの人口がいます。まあ、いわゆる大阪市内近郊で働く方のベッドタウンですね。で、まあ、中核市です。で、万博公園が近くにありまして、1970年の万博の時に、すごい開発されて日本で最初にニュータウンというのができた町です。で、JR の大阪駅、大阪の中心から、電車で15分ぐらいの本当に便利のいい場所でして、まあ、なので割とこう産業が盛んであるとかよりは人がたくさん住んでいて、まあ、当然エリアによっては町工場があったりもするんですけども、まあ、そういう自治体です。そういうイメージでちょっと聞いてください。で、この豊中市がですね、2016年の10月に豊中市立文化芸術センターというのを作りました。で、それまでそこには古い市民会館があったんですけども、まあ、市民会館が、耐震の問題とかかなり老朽化してましたんで、取り壊して、もう着想から20年ぐらい時間をかけて、このホールを作りました。まあ、大ホールがあって小ホールがあってこういう会議室があったりとか、そういうホールです。ちなみに大ホールが1300席あります。で、それ以外にですね、もともと今その文化芸術センターがある隣に私立アクア文化ホールっていう500席ぐらいの中規模なホールがありまして、で、これは文化芸術センターが新しくできましたんで、まあ、隣同士になるっていうこともあって、できた後は文化センターの中ホールという位置づけになりました。そして、2駅離れた阪急という私鉄沿線にこのホールがあるんですけども、その駅から2駅離れたところに別のホールがありまして、これがローズ文化ホールといって、まあ、これも350席ぐらいのホールなんですけども、後からちょっと映像も出てきますが、まあ、この3つのホールを合わせて、指定管理をしております。で、それまではですね、市の直営のホールでした。というのも、大阪では珍しくこの豊中市にはいわゆる文化振興財団とか文化振興事業団というその文化系の財団がなくて、スポーツの方はあったんですけども、文化の方はなくてですね、ずっと市の直営で、旧市民会館やこのアクア文化ホール、ローズ文化を運営してたんですけども、まあ、新しいホールを作るっていうことで、その時に、市役所とかですね、市議会の中でいろんな議論がされまして、まあ、BFI がいいんじゃないかとか、やっぱり直営のままがいいんじゃないかとか、まあ、新たに財団を作ろうっていう意見はほとんどなかったっていうふうに聞いてますけども、どうしようかっていう時に、まあ、最終的に指定管理で当然財団がないで公募型ということに、なりました。で、当然公募ですので9社かな、最終的には9社がその候補に応募しまして、で、最終的に3社になって、その中で、我々日本センチュリー工業区団と、まあ、先ほどご紹介した3社の共同事業体が、1期目の指定管理者として、指定されました。で、それが2016年の4月から2021年の3月までの5年間の指定管理です。なので今ちょうど4年目ですね。で、じゃあその日本センチュリー交響楽団の方の話をしたいと思うんですが、かなりざっくりとしてますし、まあ、全然そのオーケストラの芸術的な部分はこの表にはしてませんけども、まあ、今日はちょっとそれとは違う話なんで簡単にまとめますけれども、1989年に大阪府が出資して作ったオーケストラです。大阪府文化振興財団という、まあ、いわゆる外郭団体ですね、全額府が出資をして、財団の職員にも府の職員の出向のポストがあるというような完全な府の外郭団体として、この日本から
センチュリー交響曲も作りました。その当時は大阪センチュリー交響曲団と言っていました。そして、1990年に最初のデビューコンサートっていうのをやりまして、で、まあ、そのすぐ翌年にはですね、1991年に専用の練習場が、まあ、今も使ってますけれども大阪府の豊中市の服部緑地という府営校の中にできました。で、まあ、なのでこの辺りまで見ると非常にこう順調な公設のオーケストラであるというふうに理解していただいていいと思います。で、まあ、ちょっと一つ余計なものを入れてるんですけども、創立10周年の1999年に、まあ、とある事件というか出来事が起こりまして、まあ、これがこの当時のセンチュリーのこう印象みたいなものをこう表してるなと思ってあえて書いたんですが、まあ、創立10周年なので、その大阪府と文化振興財団が企画をしてですね、府内の巡回公演をしようということをしたんです。そしたら当然大阪には今もありますけれども、他に3つのオーケストラがあって、当然その3つは民間のオーケストラなんで、まあ、しかもこれをかなり低価格で府民の税金の還元ということで計画したんですけども、当然そうするとその年は大阪府下の自治体のホール全部センチュリーが演奏するってことなんで、そんなことしてもらったら民圧迫じゃないかってことで大反対にやって、で結構その当時の新聞とかも書いてるんですよ、残ってるんです、そういうことしたら困るみたいな意見とかたくさん載せて、結局この巡回公演なくなっちゃったんですね。まあ、つまり何が言いたいかというと、その1989年の時点で作った段階でもうすでに大阪には3つのオーケストラがあって、後からわざわざ大阪府が作る必要があったのかっていう、かなりそういうどうしても大阪府にもう一個オーケストラが欲しいんだっていう、すごい何かものすごいその民意や意見や多くの人のパッションがあったわけじゃないっていうことなんですよ。まあ、なんかそれをすごく表してるなと思うんですけども、で、まあ、先ほど渡井さんも言っていただいた2008年に橋本徹さんが府知事になりまして、まあ、センチュリーだけじゃないんですけども、全事業の、まあ、緊縮財政というか予算の見直しがあり、まあ、その中で文化というものが、大きな対象になって、当然センチュリー交響楽団も、補助金を大幅削減がゼロということがありました。で、当然その中でいろんなやり取りがありましたけども、最終的には2011年に民営化しまして、財団法人大阪府文化振興財団に所属する大阪センチュリー交響楽団から公益財団法人日本センチュリー交響楽団として新しいスタートを切りました。完全に民営化です。で、職員も、府の職員はいなくなりました。ただ、財団法人なので、その府が出資したときに20億の財団に、まあ、出演っていうんですけど、出演、その出資のことを行政のこの言葉で出演して20億をそのまま、この新しい財団が持って、独立すると、民営化するということになりました。で、まあ、ここからがその豊中市の関係なんですが、もう府との縁が切れましたんで、他の自治体とも、まあ、いろんなお付き合いができますねということで、そのさっき練習場がある豊中市と町づくりの音楽より町づくり協定というのを結んで、豊中市との、まあ、密な交流が始まります。で、まあ、ちょっとその流れとは違うんですけども、2014年に、コミュニティプログラムっていう、その参加する人と音楽家とか対等な関係でいろんな音楽作りに挑戦していくというようなプログラム、これも後で説明しますけども始めまして、で2016年にその豊中のホールの指定管理が始まったと、まあこういう流れです。で、まあこれを踏まえてですね、じゃあ具体的にその、この日本センチュリー交響楽団が豊中市の中でどういう活動をしているかということを説明するんですが、まあ、単純にこう事業を言ってるだけだと難しいとか分かりにくいと思うので、僕5つに分けてみたんですよ。実は一言で自治体とオーケストラの事業といっても、いくつかのその、やり方の違いとかお金の出所の違いがあって、自分でも整理したらこの5つに分けることができたんですね。で、1つはホールの指定管理者としての事業です。つまり豊中市立文化芸術センター主催でいろんな事業をやりますのが、それはこれはホール、豊中市から指定管理料が指定管理者に払われ、その中で事業をします。あるいはその事業で出た利益をまた違う事業に使いますというものが一つです。
でもう一つは、これはホールの指定会社とは関係なく、小池財団法人日本センチュリーコート楽団が豊中市から直接依頼を受けてやる仕事があります。これはホールの指定会社というのとは関係なく、一つの小池財団として受ける仕事がありますと。で次に、逆に楽団が、何か事業を主催しますけれども、そこに指定管理者としてのホールが共催をしたり協力をしたりする事業があります。で、ややこしいんですけど、このセンチュリー交響楽団が主催する事業にホールではなくて自治体としての市が協力をする事業があります。で最後5番目に、センチュリー交響楽団が主催する事業なんですけど、豊中市内で自らその事業を開催するので、市の文化事業の助成金や都市魅力創造助成金みたいなものにその趣旨が合致するんで、個別に申請をして採択されて市の助成がつくっていうような事業があります。まあ、なんか一節ぐらいに分けることができたんですけども、お金の出所として、でまあちょっと今日はこの全部話してると時間がないんで、赤い字がついているそのホール指定管理者としてやっている事業、豊中市が主催してセンチュリー交響楽団が受託している事業、そしてセンチュリー交響楽団が主催する事業に市が何らかの形で協力しているもの、この3つをちょっと掘り下げてみたいと思います。で、ホールの指定管理事業なんですけども、当然これ指定管理ってあくまでも公共ホールを管理を自宅しているだけなので、楽団が自由に使うわけにはいきません。一番最初に、市がこの日を使いたいといえば市が当然それを使いますし、抽選会で普通に市民の皆さんにお返しするときもありますし、ポップスの事業も、使用書の中にやりなさいっていうことも歌われてますし、当然ポップスが来たお客さんもいるんでポップスの講演やったりとか、当然センチュリー交響楽団以外の音楽家の人といろんな企画をしたりとか、そういうことはたくさんあります。で、まあ、ここに挙げている7つは主にその指定管理事業の中で日本センチュリー交響楽団が関わっているものですね。一つは室内楽シリーズといって、まあ、日本センチュリー交響楽団の音楽家が室内楽弦楽四重奏とか、そういうことをやります。で、リサイタルシリーズというのは、センチュリーの楽団の人に普段オーケストラでやってるんだけども、ピアノとデュオでとかソロでリサイタルをやりませんかって言って、それを、ホールの小ホールでやってもらうっていうシリーズで、シンフォニックポップスというのは、有名な歌手の方に来てもらって、アレンジした作品をオーケストラと一緒に歌ってもらうっていうシリーズ。で4番のプレパフォーマンストークっていうのは、センチュリー交響楽団が主催で名曲コンサートでオーケストラの普通の、ベートーヴァンやったりドボルザークやったり、そういうコンサートを年に4回やってるんですけども、それはセンチュリーが主催でやってます。だけどもその公演の前に、30分ぐらいホールが主催をして、その日のオーケストラのプログラムにまつわるテーマをなんか設定して、そのテーマに基づいて作曲家の人に話をしてもらったり、そのテーマに基づいて書いてもらった新曲を演奏したりっていう授業をやってます。でこれはちょっとこの後詳しく説明します。で、家族でオーケストラワークショップっていう音楽の経験がない人でも親子で参加できる音楽作りのワークショップをやったり、子供クラシックっていうのは、ホールを1日全部開放して、同時多発的にホールのいろんな会場で親子向けのクラシックのワークショップやコンサートやレクチャーや、楽器体験などをやってもらうっていう部分で、7番の問題行動賞っていうのは、今年の端末でやったんですけども、香港でアート活動している障害者の、団体を日本に呼んで、日本人の音楽家とセンチュリー交響楽団の音楽家と日本人のダンサーとその障害を持った人たちとの、ダンスパフォーマンスを、作ったっていう、そういうことなんですけども、その中で、このプレパフォーマンストークというのはちょっと特徴的なので説明しますと、どういう目的でやってるかというと、その名曲コンサートでやられるようなベートーベンとかモーツァルトとかチャイコフスキーとか、そういう過去の名曲と現代、我々が生きる現代をつなぐっていう、その世界は決してバラバラのものではなくてつながってるんだっていうのをどういうふうに感覚として持ってもらえればいいかっていうことと、
まあ、作曲家ってそんな遠い存在じゃないんじゃないかって、あの目の前に生きてる作曲家は会おうと思えば会えるし、話そうと思えば演奏会が終わった後にその作曲家とその日の感想を言い合ったりできるんじゃないかっていうことでやってるもので、まあ、今言ったようにそのセンチュリー教の主催の名曲シールの開演の前にやってます。でこのテーマを決めてっていうのはどういうことかというと、まあ、例えば先週にベートーベンの運命をやったんです、その名曲シリーズで。で運命ってまあいろんな要素があるんですけど、まあ、その時にその作曲家と話して出てきた、ものは、まあ、交響曲史上初トロンボーンっていう楽器が、オーケストラの中に運命で登場するんですね。でそれまでは教会の音楽であったりとか、まあ、オペラの一部分であったりとか、かなりこの神聖な、ものを表す楽器だったものが、まあ、いわゆる世俗の器楽曲の世界に登場したと。で、つまりそれはある意味世俗的な世界にいたトロンボーン、この神聖な世界にいたトロンボーンを世俗の世界に引っ張り出したっていうことなんだけど、じゃあこのトロンボーンをもっといろんな世界に連れ回してやろうっていう、まあ、そういうテーマで、曲を書いてもらって、演奏しました。で今までこのシリーズ、本当にその現代作品と呼ばれているものを12曲演奏って、8曲初演なんですね。で1回の演奏会で120、30人来るんですよ、コンサートの前に無料でやってるんで、まあ、ただその初演の現場に120人のオーディエンスが集まってなかなかないことだと思うんですけど、まあ、こうやってコンサートの前に無料でやると集まっちゃうっていう、まあ、そういうことなんですけど、ちょっとその様子を見てもらおうと思います。見ても分かるように独奏トロンボーンと打楽器3人による、まあ、トロンボーン協奏曲っていうコンセプトなんですけど、この曲はで、まあ、ちょっと全部弾いてる時間ないので、まあ、この後にその作曲家に登壇してもらって、今の曲と、まあ、その日に演奏するベートーベンの運命にどういうその関連性を自分は感じてこの曲を作ったかということを話してもらう。まあ、例えばこの回はそうでした。あとは例えばこうボーン・ウィリアムスとかイギリスの作曲家が古いイギリスの民謡を引用した曲なんかをオーケストラが演奏するときは、逆にじゃあ違うイギリスの民謡で新しい弦楽四重奏曲を書いてもらったりとか、まあ、そういうことをやっているのがこのシリーズです。で、まあ、こういうこともできますよって、やってますよということですね。で、まあ、この家族でオーケストラワークショップっていうのもやっています。これは本当にその音楽家族と、その参加する家族と音楽家の人が仲良くなるとか、まあ、一緒にその作曲をするんです。楽譜を使わない作曲をするんですけども、まあ、家族や友人のその意外な一面を見つけると。で、そういうその自分で音楽を作るっていうプロセスを通じて、まあ、次に音楽会に行くときに積極的にその音っていうものに興味を持って、音楽を聴くっていうような目的でやってます。で、まあ、演奏できる楽器何でもいいです。バイオリンでも、鍵盤ハーモニカでも、ギターでも、何でもいいで持ってきて、家族で集まってもらって、で、朝集まってですね、センチュリー交響楽団の楽団員と、まあ、センチュリー交響楽団、このコミュニティプログラムっていうのを始めるために、作曲家の浦誠さんっていう方とパートナーシップを結んでますので、彼と一緒に1日かけて音楽を作って、最後夕方にその曲をみんなで発表すると。で、例えばこれなんか、市の広報誌とかで参加集めるんですけど、まあ、なかなかその広報誌の中で情報が届かない人たちもいるから、そういう人たちにどうやってその情報を発信しようかって考えて、例えば一つの方法として、まあ、豊中市の母子家庭の福祉会ってとこあるんですけども、まあ、そこに教育間に入ってもらって、例えば母子家庭の子どもの人に直接その広報とか読まない層の方にも情報が届いて、ここが仲介になってこの日このイベントに来てくれるとか、まあ、そういうこともやっています。で、まあ、そう
まあ、そういう事業をやってます。ちょっとこれ音がないんですいません、イメージしにくいかもしれませんけど、そういう事業をやってます。で、次に、さっき言った2番ですね、豊中市が主催して、それを、まあ、センチュリー交響楽団が、受託している、まあ、共催とか協力とかっていう名前を言う時もあるんですけど、事実上、出演料をもらってるんで、受託と考えていただいて結構です。で、これがその音楽によるまちづくり条例、まちづくり協定というものに基づいた事業だと考えていただいているんですが、まあ、大きく分けて2つあります。1つは、豊中町中クラシックっていうものです。で、一つは世界の障害音楽ワークショップと音楽祭っていうものなんですけども、この町中クラシックっていうのは、豊中市のいろんな名所ですね、教会とかお寺とか、あるいはうどん屋さんとかを使う時もあるんですけども、それを市内の名所で、センチュリー工学館のメンバーが室内楽を演奏しますと。で、かなり近い距離で、生の音楽に触れることができると。あとは、室内楽なんで、オーケストラこの曲をやってください、あの曲をやってくださいっていうので、楽団の方から、こういう室内楽やってみたいとか、こういう曲をやってみたいっていうものを拾い上げて、で、それをまあこの機会にやる、提供するって。で、まあなんかこう、まさに会いに行ける音楽家みたいな、そういうイメージでやってます。で、入場無料で、これ市の事業で入場無料で、そういう抽選、定員があるんでどうしても抽選制なんですけども、それをこう応募して抽選はがきを当選した人に当選合格はがきを送るというのは 市役所が全力をやっているので市の文化芸術がやっています。で、まあ、大体秋ですね、これから始まるんですけど、10月から11月にかけて大体主に週末10公演ぐらい年間やっています。で、豊中音楽月間ってその豊中市は呼んでるんですけども、この10月11月12月ぐらいまでかな、その中のかなりメインの事業の一つで、かなり、まあ、当選倍率が高くて、なかなかもっと公演を増やしたいなと思ってるんですけども、まあ、そういう事業です。まあ、イメージとしてはこんな感じですね。なんかね、これお寺の、ところで弦楽三重奏やってたりとか、で右下が教会で、これサグバットですね。こっちがトロンボーンとサグバット、今現代のトロンボーンと昔の古楽器のトロンボーンをピアノと一緒に今教会でやってると。で、まあ、右上の方にこうフランスの会漂うとか書いてあるとか、こういう冊子が司法と一緒に全その世帯に配られて、あ、これ行きたいなっていうのを応募すると、市役所で抽選をして、その人にじゃああなたこれ当選しましたねどうぞっていうような感じでやっています。だ、これが2012年からずっと続いていますね。これは演奏を聴いて回るタイプのアウトリーチ事業と言っていいと思います。で、もう一つが世界の障害音楽ワークショップ音楽祭というものなんですが、これは地域資源、その町や地域資源を、もっと市民の人に活用してもらおうということと、実はその豊中市って南の大阪市で、西が兵庫県って言いましたけど、その一番南、大阪市に接している部分を南部エリアって呼んでるんですけども、この南部エリア、もうこれも行政が明らかに言ってることなんでいいんですけど、やっぱり割と中部より上っていうのは大阪大学があったりとかニュータウンがあったり、外から入ってくる人もいて、割と、平均収入も高くて学歴も高くて、いわゆるテストとかをしてもかなり点数が良かったりすると。で、さっき言った町中クラシックも中部より上の人はたくさん応募するんだけど、南部の人はなかなか応募しない。で、実際行政の課題として、例えば南部地域は学力が低いとか、一人親の家庭が多いとか、まあ、いわゆるしんどい家庭が多いというような現実があって、で、まあ、そこをどうしようかというのは一つの豊中市の大きな課題の一つなんです。まあ、逆に言うと下町で逆にそういうことをなんとか解決しようという市民運動も大きかったりするし、で、この地域資源というのは、ここには大阪音楽大学っていう音楽大学があって、なんかポテンシャルはすごくあるよねっていう場所なんですね。で、まあ、そこで市民と一緒になって新しいオーケストラを作ろうっていうのがこの世界の障害音楽祭です。で、これはさっきの町中クラシックというのが2010年に始まったんですけども、まあ、その2年ぐらい経った2014年に楽団の方から
音楽を聴いてもらうというプロジェクトはやってるんだけども、もう一歩踏み込んで市民の人たちと一緒に新しい音楽を作るっていうようなプロジェクトをやりたいんだけども、町中市と一緒にやってくれないかって相談した時に、あ、オーケストラがそういうつもりでいてくれるんだったら今実はやろうとしていることがあって、それは南部地域の活性化なんです、今言ったような課題がありますと、ここでだからオーケストラが何か新しいことやってくれませんかってことで、まあ、その地域のキーパーソンを紹介してもらい、始めて、で2年目からじゃあ地元に大阪音大があるから、この大阪音大もどうにか一緒に入ってもらわないかということで相談をしても入ってもらっていたという企画です。でまあ年齢とか音楽の経験に関係なく全ての市民が参加できるというふうに言っていて、今言ったように町中市、福田、そして大阪音大でも特徴的なのはここにその行政と市民が共同で庄内レックっていう事業というか団体をやっていて、図書館の廃棄する本をもう市から譲り受けて、それを50円とか100円で売って、そのお金で地域の子どもたちにいろんな事業を提供したり、外国にルーツのある、まあ、いわゆる外国から来た家庭の支援をしたりとか、そういうことをやってる団体なんですけども、そこが入ってその市民と我々企画者の間をつないでくれてると。で具体的に何をするかというと、センチュリー工業楽団から楽団の楽器を貸して楽団を派遣して、で大阪音大にある民族楽器を貸し出して、で民族楽器の先生も来てもらって6回ワークショップをします。でそのみんな初めて触るっていうような楽器を6回のワークショップを経て、ちょっとずつ練習して、でその中でいろんなフレーズとかこんな曲にしたいみたいなことをアイデアを出して、まあ、最後はそのさっき言ったの、まあ、誠さんが1曲の作品にして、それを地元の音楽祭で発表すると。で地元音楽祭は前半は地元のブラスバンドが演奏したり、なんかおじちゃんたちが来て歌を歌ったりとかするんですけども、まあ、後半はこの新作の発表をしていると。そういう、まあ、これがその募集チラシなんですけども、まあ、こういうなんかこれ多分1歳以下なんですけど、こういうお子さんから、こういうね大人の方、政治の方も参加して、で、こういう教育楽器の木琴みたいなのもあれば、これビオラナンバーですね、これ大学にあるビオラナンバーを借りてますし、ここに立てかけてあるお琴みたいなものも使います。で、まあ、これは映像があるんで見ていただいた方が早いなと思うんで、ちょっと時間がないんで聞きながら話しますけども、当然先生方とお客さんの団員もこの中にいますけども、ほとんどの方はこのワークショップに参加してこの楽器を初めて触りましたっていう人が 95% です。まあ、やっててみんなでやりたいって言ってくる方もいらっしゃるんですけど、でまあ、なんとなくわかるかもしれないですけど、一応これはブリテンの青少年のための管理学入門にヒントを得て、みんなで、今自分が演奏してる楽器を紹介してみようという曲なんですよ。なのでブリテンが使ったパーセルの主題が三拍子の雰囲気がなんとなく残ってるんですけどね。これ25分ぐらいの対局なんですね。まあ、それはまあ、6回のワークショップでやったり、ちょっとね、ちょっと飛ばしますけど。音大の先生が5名ぐらいで、センチュリーの学会が4名で、あと全員その一般の参加者の方です。
別に意図的に読んでるわけじゃないんですけど、あの蓋を開けてみると、例えばちょっと不登校気味の子がこの6回のワークショップには全部来れたとか、中にはあの障害を持ったお子さんとお母さんが、ここだったらあの何あれしろこれしろとかあれするなとか言われないで楽しく参加できるって言って2年ぐらい連続で来てくれたりとか、まあ、そういうこともあります。でちなみにあのこの後お話しする授業とこれなんですけど、この、多分1歳以下の子供が参加してくれたこの日のワークショップ、これ夜やってるんですけど、この、まあ、この子は彼に1歳として、この日の午前中にこれからお話しする高齢者のプログラムで95歳の人と一緒にうまくやってたんですけど、1日で1歳から95歳までうちのオーケストラやってるんだなと思って、ちょっとあの個人的に嬉しかったんですけど、同じ日にやってたんで、まあ余談ですね、はい。で、これが、センチュリー教学、センチュリー公共学が主催をして市が協力をしてくれている事業の一つで、お茶の間オーケストラっていう事業なんですけども、まあ、これはその高齢になってもその人が創造的で会える場所をどう作るかっていうことと、まあ、集まれる場所ですね、高齢の方が他の人とコミュニケーションを取れる場所をどう作るかっていうこと、まあ言ってみればコミュニティをどう再構成していくかっていうことを目的としたプログラムです。で具体的にどういうことかっていうと、市営住宅の中にサロンがありまして、で、まあ、そのサロンは、まあ、自由にそこに住んでる人を使っていいよっていう設定なんですけども、まあ、今まではあまり活用されてなかったと。ただそのサロンの運営が民営化されたんですよ。で、とある NPO がそのサロンの運営を任されたんで、いろんな事業やってるんだけども、まあ、そこであのセンチュリーが音楽事業を提供しませんかっていうことで、もともとその NPO とつながりがあったので、じゃあちょっとやってみましょうっていうことで、そのサロンを使って、音楽プログラムをやっています。で、これは完全に即興音楽のセッションで、つまりあの市営住宅に住んでる高齢者の方なんで、当然楽譜が読める人はいませんし、楽器やってたって人はいるかもしれないですけど、今楽器ができますって人もいないし、中にはあの診断はされてないけども、あのその NPO の職員が明らかに認知症の初期症状であるとか、あるいは、一人暮らしで、ここの場所に来るとき以外はずっとあの一人でこもっているとか、あるいは当然高齢の方なので、あのいろんな、ね、病院に行ったりとかヘルパーさんが来たりとか、まあ、それぞれいろんなあの状況があるんですけども、まあ、そういう方でも誰でもできるって言ったら、まあ、即興音楽かなっていうことで即興音楽のセッションをやっています。で、まあ、同じ流れの中でもう一個、今度はあのその住宅じゃなくて、あの割とこれアクティブなシニアの方を公募して、あのホールの練習場に来てもらって、みんなでさっきやったようなワークショップ、さっき見せたようなワークショップを6回ぐらいやって、市のメイトで演奏する、演奏する発表するって、まあ、この2つの流れがあって、まあ、即興演奏のパターンと、作曲をしていてみんなで発表するっていうパターンがあって、まあ、前者の方は割とその外出しにくい人、自分の住宅の中で生活している人、後者は割とまだまだ元気に外に出てきているよって人と一緒にやってます。で、まあ、これの特徴としては、その福祉、今言うと協力してくれているというそのサロンを運営している福祉の NPO と、あとこれ実はリサーチを入れてて、この事業が高齢者にどういう影響があるかっていうのを、あの、臨床心理学の大学の先生に入ってもらってリサーチをしています。そして、なかなかオーケストラの音楽が即興音楽をしたりとか、あるいはそれをどこに展開するかっていうのはいきなりは難しいので、同じことをギリスのマンチェスターでやっているマンチェスターカメラータっていうあの室内オーケストラの提携をして、あのメソッドの共有とかリサーチ結果の共有とか、そういうことをやりながら作っているプログラムです。で、これに関して市はどういう協力をしているかっていうと、当然市の文化芸術家の人をあの都度このセッションに呼んで、どういうことが音楽あるいは技術団体が福祉の分野で可能かってことを見てもらっているし、当然その市営住宅を使うってことなんで、市営住宅を管理している部署の人にも、事前に説明をして許可をもらっているし、あるいは高齢者施策課って高齢者部門の活動をやっている人にこのセッションを見てもらって、まあ、町内化して今後どういうことが可能かどうかっていうですね、高齢社会と音楽でどういうことが可能かっていうのを、まあ、見てもらっているとか、まあ、そういう事業です。で、
これも映像があるんで、あの見てもらった方が早いと思いますから、ちょっと待っててください。これがそのサロンですね。見ていただいたら分かるように本当にアップは使ってなくて、今、これ難しいんですよね。高齢者の人が予想しに伴奏をつけてるようでもあるし、音楽家の方がメロディーをつけてるようでもあるし、楽大のインタビューもできますので聞いてください。譜面を見て譜面通りにきちっとしないといけないという訓練をされてたのですごく悩みました。私もすごくアンテナ張ってたんですけど、目を見てくれた方にその方が走ってる音楽に裏打ちを打つとか合いの手を入れるということで、その人がパッと明るくなる瞬間が、音楽で人に寄り添うということがどういうことなのかということに気づきました。その寄り添うという意味が多分分からなかった。時間をかけて黙って寄り添うということがどんだけ大事なことなのかっていうことが今まで気づいてなかったのかなっていう、今この先ほど話したように、京都女子大学の佐賀先生と書いていただいて、例えばどんなことをやっていたかというと、5分おきに音楽家のやっていることと高齢者のやっていることを全部観察をして、それぞれの相関関係を調べたりとかですね、音楽家はこういうことをやっているときにこういう方がこうなっている、でそうするとこういうことをやっているときにこういうことが起こるんじゃないかということも、また後で説明します。で、この方はこの字をやるためにアドバイザーとして入っていただいたんですけど、普段はレゲエとかピアノを弾いてるから同じ空気を震わせていても、やっぱり全然意味の違うものとか目的の違うものが普段行き交っているんだなっていうのを改めて強く思ったんですけど、面白いのが高齢者の方々の方がある意味一番広いわけです。何でもありなわけですからね。でもなので最初の方、逆にオーケストラの楽団員の方の方が音楽と考えられているのが狭いように見えるわけですけれども、でも対話が起きている方からはやっぱり引き出してあげるのは楽団員の方の方っていう、そのなんか不思議な関係なんだなっていうのを改めて見ていて思いました。こんなところにしておきましょう。はい、で、これがそのセンチュリーがやっていて、市が協力してくれている事業ですね。で、例えばセンチュリー交響楽団が主催をして市が助成している事業というのはさっき説明したと思うんですけど、それをちょっと言うと今やったようなコミュニティプログラム、ワークショップですね。参加者の人が楽器読めない、楽器もやったことない、でも音楽やりたいっていう時に、と、その音楽家が、しかもクラシック音楽を勉強してきた音楽家が、普段は即興とかやらないんだけども、楽譜がなくてもそういう人たちと対等に音楽がどうやったらできるかっていうのを、まとめた本を作って、それを豊中市を中心として、豊中市外でもいいんですけど、新たにそういう音楽家の人を増やしていくためのガイドブックみたいなのを作ろうとしていて、実はことし、それなんかは市がそれに助成をしてくれたりしています。で、今、割と説明したやつが演奏型ではなくて、その、
いわゆるワークショップであったりとか、その相互に影響しながら新しいことをやっていこうっていうものが多かったと思うんですよ。で、当然最初にお話ししたように京中名曲シリーズっていうオーケストラのコンサートもやってるし、室内楽もやってるし、リサイタルをやって、普段は合奏の一員として聴いてる楽団をたまには一人で演奏してその人のキャラクターを楽しみたいとか、そういうこともやってるし、本当に谷村新司コンサートとかそういうこともやってるんですけど、まあその視点管理者として中に入った時に、やっぱり一番最初に、まあ、これが結論ですよっていうようなことを言ったと思うんですが、まあ、どうそのオーケストラ、あるいはオーケストラの音楽が持ってるその能力とかポテンシャルを余すことなく使ってこの地域に還元していくか、その時にすごくその有名な指揮者とベートーベンをやってみんなそれを聴いてくれるっていう次元のものもあれば、本当にもう普段は音楽家なんかやったことないとか、音楽やりたいけど環境が整ってないっていう人たちにもっとできるよとか、こんなことをできるよとか、例えばその市営住宅で、まあ、孤独に生活している人に音楽を使ってもっとこう街に出ていこうよっていうようなことまで、そのいろんなフェーズで、のためにその能力を、活用するみたいな、そういうことを考えているので、まあ、特にそういう事業を今日多く紹介しました。で、なので、なんでセンチュリー高等学校がこういうことができるかというか、ここでやってるかという話なんですけど、その年表にあって2014年にコミュニティプログラムっていうのを始めました。で、それまでも当然負の楽団だったので、支援学校のコンサートをやったり、小学生のための楽器体験のコンサートをやったり、病院にアウトリーチに行ったり、そういうことをたくさんしてました。だけど、民営化した後にもうちょっともう一歩踏み込んで一方方向じゃないね、演奏を聴いてもらう、最終的な演奏を聴くっていう行為も一方通行ではないんですけども、まあ、その前段として今までと違うアプローチでこう音楽家も何かを与えることができるし、その参加した人からも音楽家が何かをもらえるようなプログラムができないかというのでコミュニティプログラムを始めました。で、最初は仕事をしてない就労支援を受けている若者との音楽作りをやってます。今でも続いてますけど、でさっき言った、世界の初代音楽祭みたいな地域住民との交流みたいなこともやってるし、で、まあ、そのためにはなかなか最初は楽団だけでは難しいので、ディレクターということで作曲家の村本さんに入ってもらう、あるいはプログラムごとに今言った鈴木純さんみたいな他のジャンルのアーティストに入ってもらったり、海外でそういうことを先駆的にやってるオーケストラのメンバーを日本に呼んで一緒に勉強会をしたりとか、まあ、そういうことをやってるんですね。で、まあ、このコミュニティプログラムっていうことをセンチュリーが2014年からやってることで、この指定管理を取った時にただ演奏を聴いてもらいましょうっていう以外の展開が、まあ、この地域であるいはそのホールの指定管理っていうものとしてできてるんじゃないかなと思うんですね。なのでそのコミュニティプログラムっていうものに対する考え方っていうのが結構この地域の活動に生きていると思うんで、そのコミュニティプログラムっていうものをどう考えているかっていうのをちょっとお話をしたいと思うんですね。で、基本的にこういうふうに考えてるんですよ。で、いわゆるその楽団の存在の最低限ですね、2011年の時点で民営化されたわけです。で、本当はそうじゃないんですけど、やっぱりそれは選挙で選ばれた知事が判断したんで、まあ、ある意味いらないって言われたことに等しいかな。でもそう感じてしまうわけですよ、楽団員とか我々みたいな職員はね。その時にじゃあもう一回この大阪に、まあ、大阪じゃなくてもいいんですけど、日本でこのセンチュリー航空楽団がある意味っていうのをどうしたらいいんだろうという時に、まあニーズに応えるっていうのも一つの方法なんですけど、まあ、その前に自分たちの存在意義は自分たちで作っていこう、これがセンチュリー航空楽団だ、センチュリー航空楽団これができるんだっていうのをもう一回作っていこうっていうのが、まあ、まずこのコミュニティプログラムの基本的な価値観なんですね。で、その時にどういうことかっていうと、その21世紀のオーケストラっていうのはできるとかできないとか、ね、分かるとか分からないとか、なんかこの指揮者知ってるとか知らないとかね、そういう差異で社会を分断する存在じゃなくちゃいけないよねって、
ほっとくとオーケストラってその分断する存在になっちゃうことが多いんですよ。だけどそうじゃなくて、さっきちょっと例をお示したように、あらゆる人たちとのつながりを模索して、その音楽っていうものが、あるいはオーケストラっていうものが、できるだけ多くの人にとって生きたもの、自分の住んでる世界と地続きのものであるっていうことを思ってもらうにはどうしたらいいんだろう。そのためにワークショップをやろうとか、高齢者とやろうとか、障害のある人とやろうとか、そういうふうに発想になるよと。で、その時にオーケストラだけでできることなんて本当に限界があるんですよ。僕ら高齢者の子なんか分からないし、仕事しない若者がどんなことを困ってるか分からないし、例えば障害のある人が来て、なんか僕らで解決できないようなその場でトラブルが起こったらどうしたらいいか分からないし、そんなこと今から勉強する時間もリソースもないんだけど、それだったらそこに関わるプロの人、教育のプロであったり、地域のプロであったり、福祉のプロであったり、そこで関わる人と連携し合って、影響し合って、まあ、我々の方もその成果を向こうに提供できるし、向こうもそこで得たことを我々に提供してくれるし、そういうふうに関係性を作っていきながらやりましょうと。だから、今言ったプログラムも全部、これは NPO 入ってますとか、これは市民団体入ってますとか、全部してると思うんですね。で、ここはリサーチは大学が入ってますとか、まあ、そういうことであると。で、もう一つはそのオーケストラが素晴らしいとか、この素晴らしいオーケストラをどうやって届けようっていう、その一方通行の関係性では僕はダメだと思っていて、そのオーケストラと社会とか、まあ、なかなかそれ大きい話なので難しいと思うんですけど、音楽家とそこに参加する人が、まあ、相互に影響し合う。今ちょっと楽団がインタビューで言ってましたけど、なんか音楽家としてこのセッションから得るものがあったみたいな、若い人たちと一緒に音楽やって自分以上にすごい音を聞いてる人がいてすごい影響されるとか、まあ、そういう具体的なことでも何でもいいんですけど、それやっぱり音楽家も影響を受け、社会というか参加した人たちも何かそこで感じ取ってもらえるような関係性を作るのが大事じゃないか、まあ、こういうことをやるためにコミュニティプログラムをやってると、そういうことですね。でそういうことを考えていると、こういう、まあ、自治体とか、行政でやってる文化事業ともある意味親和性があるのかなと、そういうふうには思います。で、一応これ人材育成の講座でもあるんで、人材育成の観点から、まあ、こういう活動がどういう意味があるかっていうのを、まあ、最後まとめとしてお話をしたいんですけども、まあ、さっきの繰り返しになりますけど、本当にそのパートナーシップによる人材育成だと思うんですね。まあ、オーケストラのオン・ザ・ジョブ・トレーニングの中でどれだけのことができるか、あるいは公共ホールで働いてるだけでどんなことができるか、そんなにできるかないと思います。だけど、オーケストラの人がどれだけ公共のことを理解して、その地域に何かオーケストラこんなことができますよって、それはコンサートも含めてそうだと思うんだけど、提供できるか、あるいは公共ホールでクラシックの授業を作る人がどれだけ音楽のことが分かってるのかな、本当に分かってるみたいなことはあると思うんです。でも、まあ、こんなことに我々指定管理で、僕も市の公共ホールを運営する人間の一人として、市のいろんな部署の人や、あるいはさっき言った事業体の違うスタッフとの意見交換ができるし、他のスタッフや市の文化課の職員とか、高齢者施策課の職員とかも、多分こういう事業を通して、音楽でこういうことができるかもしれないとか、そういうことが学べる。つまりそういうふうに、一緒に仕事をすることで、初めて人が育つと。思います。なのでそういう意味で言うと、まあ、こういう一つのホールの上の仕方もありなんじゃないかなっていうのが一つと、あと、まあ、これも似たような話なんですけど、いわゆるそのどう共通言語を獲得していくか、オーケストラの人が使っている言語と公共ホールの使っている公共ホールの職員が使っている言語と自治体の職員が使っている言語ってなかなか一致しないんですけど、でもこうやって一緒に仕事を一体となってすることで、何かしらその共通のその概念とか価値観とかボキャブラリーとか、そういうものが増えると思うんですよ。実際増えてると思うんですよ、今見せたようにね。で、そのことって事業計画から事業評価にも当然つながると思うんです。つまり我々はこういうことを一緒に目指していきましょう、で、そのためにこういう計画を練りましょう。で、こういうことってやっぱり一緒に仕事をしてると分かんないんで、そういう意味で
フランチャイズとか共同事業とかいろんなやり方があるんですけど、まあ、一つこういうふうにあの自治体と経営団体が深く関わっているとそれこそやりやすいということはあると思います。で、まあ、あとはその人材育成のことなんで余計なことはしませんけど、本当は好奇心と勇気が必要だなというのを持っていて、あの多分 今僕も評価の話をしましたけど、いろんなあの目的とか意義とかすごい大事で、最終的にはそこに落とし込んでいくんですけど、やっぱりまず楽しいなって、これ面白そうだなって思ったことをやる、そのためにやっぱりこう自分の好奇心のこうアンテナをいろんなところに広げておくっていうのはすごく大事なことで、やっぱりでもそれと一つの組織で一つの事業でやってるとだんだんそのいろんなことに興味が薄れていって、その分は専門家になっちゃうんですけど、当然専門家になることは大事なんだけども、あのなんかここ面白いんじゃないかなっていう視野を広げるっていうんですかね、それもやっぱりあの座学じゃなかなか学べなくて、こうやっていろんな人と、いろんな事業をやっていく中でその視野が広がっていくんじゃないかなと。であと、ね、あの怖いんですよ、やっぱりあの学大に高齢者と即検査させるって怖いんですよ。あのできない可能性もあるし、なんでそんなことさせるんだって、あの工場で私やりたいって言ってやってきた人でもやっぱりあの後からなんかいろいろ言ってくることもあるし、まあ、そもそもオーケストラそんなことやる必要あるのかとか今でも言われてますしね、僕ね。し、あの自治体の高齢者施策課の人と話をするのがやっぱビビりますよね。高齢者の専門家じゃないしね、僕勉強はしていくにしても、だからだけど怖いんだけど、まあ、やってればなれるので、あのそこはやっぱり勇気かなと思います。なんか人材育成ってことなんで最後こういうまとめになりましたけども、この一旦これで僕の発表は終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。いくつかちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけど、ちょっとスライドの中身入る前にですね、今日多分聞かれた方で割とこの事例というかの取り組みがすっと入ってきたんじゃないかなと思うんですけども、これがあの勉強おかしい方だったらあのご存知の通り、あの昨年で一昨年文化芸術振興基本法があの文化芸術基本法という振興という言葉が取れました。でこれの趣旨としては、あれ振興僕取れちゃうんだって当時思ったんですよね。でもよくよく見ると、あのある種文化芸術そのものの振興だけではなくて、観光まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等々と、連携した活動を促進しましょうよという趣旨で変えたと。それだけじゃないですけど、メインのところはそこで、でそれが2年前の2017年で、文化庁が遅ればせながら変えたんですけど、実は私2014年に前職の中で、文化庁のある調査を、受けまして、社会課題の解決に貢献する文化芸術活動の事例に関する調査研究という、僕ごめんなさい、今日柿塚さん 2度目ですねって話してたんですけど、勝手に僕事例調査してまして、なんかそういう社会課題の解決に資する、事例を文化庁が教えてくれというか、財務省にお金をもらうために芸術はもっと貢献しろと100選ぐらいいろんな項目で、そうすると社会公設と当時のテーマを掲げてたんですけど、本当に事例がまだ当時なくて、2014年で戦中で結構フューチャーしてあの使わせていただいたんですけど、なのであのそのぐらい今考えると割とスッとくるんだけど、当時としては多分相当思い切ったというか、この社会に開かれてさらに置けばっていう取り組みだったんじゃないかと思っていて、今日ちょっと中でお伺いできなかったのは、柿塚さん自身のご経歴と多分当時あのすごくオーバーラップしている横の取り組みがっていう書き方をさせていただいたんですけど、そこも含めてどういうご経歴が歩まれて、なぜこういうふうにセンチュリーになりっていう問題意識を持って舵を切ってきたのか、ちょっとお話したいです。経歴で言うと、僕は九州の宮崎県の出身なんですけど、音楽家になりたくて高校が福岡の高校に行って、あ、チューバってあのでっかい学校をやってたんですけどね。で、大阪の音楽大学に行きました。でただ残念なことにすごく楽器が下手で、あ、これはもう僕は音楽じゃ飯食えないぞっていうのも分かるんですよ。上手い人はどんどん仕事していくんで、であこれはもうダメだと思って、
大学の3年生の時に、もうこれは違う仕事を卒業したらやろうって思ってたんですけど、まあ、音楽大学ってなかなかその一般企業には就職できないんですよね。まあ、できる人はできるんでしょうけど。で、まあ、なんか全然違う発想で、あ、公務員だったら公務員試験さえ受かれば学歴に関係なく取ってもらえるぞと、なんか思っちゃって、で、夜、公務員試験だったら予備校に通って、で、卒業した年に、今は亡き社会保険庁に入りまして、で、福岡、まあ、福岡、九州だったので、福岡の事務局に配属を希望して、1年と9ヶ月、そこで普通の事務職をやってました。で、普通に年金相談を受けたり、保険証を作ったり、あるときは滞納してる人を差し押さえたりとか、本当にそういう仕事をしてました。で、まあ、ただ、ちょうどその時は消えた年金問題っていうのがあって、なんか、もういろいろこう、戦いしてたわけですね。で、まあ、僕自身もあんまりいい思い出がなくて、もうやめようと思って、まあ、やめたんです。で、本当にたまたま実家で、これからどうしようかなって思ってる時に、もう大阪センチュリー交響団ですね、当時が事務局を募集してたんで、ああ、なんか、オーケストラの人力って、なんか、もしかしたらできるかもみたいな。一応音楽大学で音楽も勉強したし、事務職の経験もあるし、なんか、いけるんじゃないと思って、受けたら採用していただいて、で、それが2008年です。つまり、橋本さんが副知事になった年ですね。なんで、なんか、うっすらと覚えてますけど、面接試験で橋本さんの、彼、就任してすぐ文化関係のことにアナウンスメントしたんで、アナウンスってどう思いますかっていうのを、なんか、面接に聞かれた記憶があるんですけど、で、2008年から、事務所で働いてます。で、珍しくなんかいろんな部署がありました。そのセンチュリーを応援しようみたいな会員を新しく作らなきゃいけないということで、その会員の立ち上げもやったし、もともとはやっぱりその前任の方が あと何年かで退職するんで、こういう教育プログラムみたいなものを引き継いでほしいからっていうことで入ったので、そういう子ども向けのコンサートを作ったりもしましたし、助成金の申請みたいなこともやったし、あとその府の職員がいなくなったわけですよ、民営化したら。だから誰もその総務ができる人がいなくて、あなた役所にいたんだったらできるよねみたいな感じで総務をやったこともあるし、で、そうしてるうちに、2013年に、アフィニス文化財団とイギリスのブリティッシュカウンシルが一緒になって、なんか若いオーケストラマネージャーと公共ホールのマネージャーを10日間イギリスに勉強させてくれるっていうツアーがあって、それはまさに今見ていただいたようなコミュニティとの取り組みとか教育分野との取り組みをイギリスのオーケストラコンサートがどうやってやってるかっていうことを見せてあげるよっていうことで、それも応募したらたまたま受かって見に行ったんですね。で、そこでは日本より30年ぐらい歴史があるわけです。イギリスのオーケストラっていうのは1970年代の後半ぐらいからコンサートやってますから、こういうことでは、その、オーケストラがただ行って演奏するだけじゃない、どうやっていろんな人と、あるいはいろんな分野と共同して音楽を提供するかということをやってるので、まあ、いろんな蓄積があって、日本にはいないような、作曲家がオーケストラに専属でいて、ワークショップをやっていたりとか、拡大の雇用の形態が違ったり、いろんな問題があって、まあ、そういうことを見ながら、みんなでこれは日本じゃ無理だねとかできないねとか、でも日本でやるだったらどうしたらいいんだろうみたいなことを考えていたんですね。でもなんか、まあ、僕はそのたまたま野村誠さんっていう変わった作曲がいて、彼だったらうまくいくかもしれないと思って、まあ、帰ってきて、まあ、人のつけをたどって野村さんにこういうことやりたいんだけどって言ったら、彼がまあ賛同してくれて、で、まあ、こういう状況なんで楽団員も何かやらなきゃいけないってすごい思ってたわけですけど、でも何をやったらいいか分からない。まあ、その楽団がいろんな応援してくれって気を求めないとかことはできるかもしれないけど、音楽家として今の演奏以外にどんなことをやったらもっとこの楽団がファンを増やせるかとか、さっき言ったような存在意義を確立できるかみたいなことは、まあ、それぞれ個人は持ってると思うんですね。で、その楽団に今、最初は半信半疑でした。声をかけて、新しい声プロジェクト作曲家の人やるから、やってみないかって言われて、で、募って。で、もう一方は、その楽団っていうのがやっぱり最初は納得しないわけですよね。いきなりギスが、なんか10日間ぐらいで帰ってきた職員が、こういうことやりたいとかっても、
何言ってんのって話して、お金がないんだから新規事業なんかやめてくるよって話になるんだけど、まあ、それはその時のもうこれはあのさっきの勇気の話じゃないですけど、その時の専務理事がいて、でその方に、まあ、こういうことをやりたいと思ってるんだけど、まあ、多分お金このようにかかると思うとか具体的なことを考えてるってプランを出したら、まあ、彼ももともとその、今までの活動してるようじゃもうこのオーケストラっていうのは差別化できないっていうことはまあ分かっていたというか感じていたので、じゃあやってみなさいっていうことで、まあ、理事会を通してもらって、で、まあ、事務局はまあ理事会通ったんでこういうことやりますよって説明をして、で始めたっていうのがそういう話ですね。そうすると結構この、日本選手に何かでこう社会的な活動というか塚さんがプロジェクトリーダーみたいなんでいろんな広げてきたという感じの立場なんでしょうか。まあそう、その2014年以降やったものはそう考えてもらっていいと思います。ただ最初ギリシャ戦みたいな感じしたけどね、本当になんか公式なんだけど非公式みたいな。それ採用されたタイミングってすごいいいですよね。だから橋本さん就任して分かって、そんなすごい時に採用をして、はい、初めからそこら辺専務がなんか想定してたんですかね、そういう社会的にちょっと恥を切らなきゃいけないっていうのは。多分それが社会法制なのかってことを置いといて、うん、当然何か新しいことは新しいというか格段の存在意義ってものは拡大新しく作っていかなきゃいけないって当然その理事とか関係なく全員の共通課題なので、うん、その時点で、はい、そうすると先ほど、まあ、イギリスから帰ってこられて、はい、楽団のマインドセットみたいなものはもうすでに危機感があったんで、はい、割とこういう活動をやりましょうっていうのは比較的スッと、はい、ですね、最初は、ね、4人からスタートしたんですね。それでもでしかもその4人も全員賛同であって、何かやらなきゃいけないから感覚はあるけど、でも今からやることにどんだけの意味があるか分からないってすごい言われたし、ワークショップ の最初の方なんかはこれは何か何の意味があるのか分からないとか、そんな楽しいのは野村さんだけじゃないかとかすごい言われたんですけど、でもやっぱり回数を重ねて目の前で参加している人が変化をしたりとか、その最初その就労支援を受けて若者と一緒にやったんですけど、本当にもう何て言うんですか、初めてワークショップに参加する音楽家なんて当然黙ってますよね。楽譜もないから何もできないでしょ。でまあその就労権を受けてる若者って割と引きこもりの人とか多いんですよ。全員が全員そうじゃないけど、だから赤くてはいはいって感じの人はほとんどいないから、まあ、みんなこう最初まで10分間黙ってるみたいな、そういうところから始まってるんで、でもそれが6回のワークショップで最後大阪駅の前で30分ぐらいの演奏をみんなでやったときに、やっぱり、あ、なんかこれ、自分たちが何か貢献できたんじゃないか、みたいな、満足感みたいなのが舞台に芽生え、で、その中で例えば、なんか自分が思ってる以上に、その、初めて楽曲にしたら音楽的なことをやっていたりとか、自分がワークショップをするためには、例えば、ある作品に基づいたワークショップをしようと思ったら、ある作品について理解しなきゃいけないんですよね、演奏する以外に。例えばリスコを読むとかするわけですよ。それでワークショップやると自分たちが20年30年ずっと演奏した曲なのに、その次の回にその曲を自分がリハーサルでやると、自分が今まで聞こえてなかった音が聞こえてきたとかね、その高齢者のワークショップやると高齢者の出す打楽器の音って本当些細な音で、繊細な音で、上から普通に演奏したらかき消されちゃうんですけど、そういう音を大事にしようと思って寄り添ってみたらみたいなセッションのやり方をすると、なんかその時聞き方が変わったりとか、音楽的なことというとそういうことがあったりして、でも本当にちょっとずつちょっとずつその楽園が他の楽団に伝え、例えば若者には興味ないけど自分の両親が施設に入っていて、音楽家として何かその高齢の方のために何かしたいみたいな人は、若者はやらないけど高齢者はやりたいみたいなことを言ってやり始めると、やっぱりこれはいろんなことやらなきゃこれはできないなと思って、じゃあやっぱり若者の方もやりますとか家族の方もやりますとか、そういうのになって、やっぱりそれぞれトリガーが違うじゃないですか、人間だから。だけどまあいくつかのその今日ご紹介した以外にもいくつかやってるんで、いくつかのメニューがあるので、その中のどれかが引っかかって一回やってみると良かったって言ってまた次も参加する。だから今大体楽団員の3分の1ぐらいが経験してます、この手のその創作型のワークショップを。やっぱ3分の1超えてくると結構
大きいんですよね、組織の中で、うん、今入られてる人たちのもうかなり色がついてくると思うんですけど、そういうのに共感する人たちが入ってきたりっていうフェーズですかね。学ってそれは新しくこのオケにこう入ってくる。それは残念ながらオーケストラのオーディションっていうのは、うん、既存のレパートリーを演奏して票を取るっていう方法なんで、残念ながら今の時点でこういうことを選手にやってるから選手に入りたいっていうのは ならなくてないですね。でも30年後ぐらいに変わるとは思います。そうですね、ちょっとじゃあ流れに沿っていくつか、はい、細かくお伺いしていきたいなと思います。ちょっとめくっていただいていいですか。はい、多分ですね、何ページ目だろう、日本センチュリーの話で、はい、触れていただいた方です。もともとなぜできたかってちょっと詳しく教えていただいて、その人形圧迫の話があって、はい、2つあったんですね。そうですね、いや3つです、3つ。あ、3つあって、はい、これはなんで作ったかって、その時の大阪府の議会の資料とかその時作った財団の資料を見ないといけないんですけど、だから本当に僕が分かったように言っちゃいけないかもしれませんけど、僕の理解しかないで言うと、その当時大阪府音楽団っていう府の吹奏楽団があったんですよ。で、その吹奏楽団を解散させてオーケストラにしようっていう動きがあって、その中で、その時の行政のことばかり発展的解消っていう言い方をするんですけど、大阪府音楽団を発展的解消させて日本大阪センチュリー交響楽団にすると。で、その時は多分前の大阪、違うな、多分そういう、ごめんなさい、そこまで、すみません、僕分かってないんですけど、入る前の話なんで、そういう一部の議会議員とか一部の府の職員の、意向でそうなったというふうに僕は理解しています。はい、そうすると出だしから結構なんていうかな、ビジョナリーな感じで立ち上がったわけではないっていうか、ただ行政としてはいくらでも書けますけど、それはだけど本当にその切望されて生まれたわけではないっていうのは、その当時大阪にいなかったから分かんないけど、少なくとも僕が過去の資料を読み漁る限りはそうです。うん、はい、で、まあ、紆余曲折ありながら、で、まあ、一つ豊中との、協定っていうのがでかいと思うんですけども、ここら辺の関係構築する中で、やっぱり僕が一番初めに注目したのは、OK が指定管理をするなんていうことはあるんだと思っていて、はい、その時に、あんまりちょっと言えるかわかんないです。豊中市と割とそういう、受けてくれるよね、みたいな、まあ、さっきコンペ発射でしたっけ、はい、なったんですけども、ある程度その受ける想定の中で受け動いてたんですか、選挙で。2012年の時点ではそれはないと思います、僕の理解してる範囲では。で、あくまでもこれは 楽団本拠地が豊中市にあるから、もっとこれを、ね、府からも外れたから、府のものでもなくなったし、当時の市長も音楽にすごい関心が高い方だったんで、それ以前にも大阪音大と豊中市というのは協定を結んでましたから、それと同じようにプロの楽団もということで、で実際、まあ、これを、まあ、調べたら公開されている資料なんで、豊中のホールを指定下に取りに行く前に神戸市のホールも指定下に出してます、選手で。それで不採択というか指定されなかったんで、2012年の時点でどこかにもし指定管理っていうことが出されたら取りに行くっていうアイデアは学の中にあったかもしれませんけど、市とそういう協定の前提にその裏があるってことはないです、この時点では。そうすると、まあ、ホール自体をもっとかなり前から計画はありましたけど、その時にあんまりそれを出すっていうのは意識はしてなかったんですね。はい、ある程度直前になって神戸の後に、まあ、その神戸とかの前にやっぱり楽団がこういう状況なんで、少しでも新しいビジネスをしていかないと、それで収入が足りないわけですよ、急にメインスポンサーがなくなったわけなんで。その中の戦略の一つとして指定管理を取るっていうのはありました。でもそれは豊中は当然地元だから本丸として目指すっていうのはありましたけど、豊中前提の話ではない。ちょっと今
その指定管理を取るっていうのが結構、まあ、橋本さんの話もあって財政的に厳しいからその活路としてやってるのかなと事前に思ってですね、で財務省とちょっと専門的な話になりますが、これちょっと読める人には読める、苦手な人には苦手かもかな、ちょっと感じます。これあの収益を表す、収益と費用を表すところで、結構見てるとものすごい特徴的だから面白いですねっていう話をあの事前にしていて、ちょっとお願いします。収入の構造を見るととっても実は今日柿塚さんが聞いた話とちょっと違うような印象を受けると思う。まずちょっと上から特定資産受取利息、これは運用金の、そうですね、運用金で協賛金がだいたい70、これ円でしたよね、単位、77万、はい、協賛という形ではそんなに多くない、ね、それはあの普段皆さんが協賛って言って思い浮かぶのはその下にある受取寄付金の方だと思います。あ、そうです、こっちがね、それちょっと特定のある事業に対する協賛なんで70万程度になってます。で、事業収益で公共、楽団、はい、事業収益っていうのは何ですか。いわゆる切符の売上と依頼演奏、あの選手に、ね、演奏してくださいって頼まれて演奏した時の出演料ですね、うん、はい、受託収益はが、指定管理事業としてもらってる事業あのお金です。楽団が、センチュリー公共楽団がっていうのを聞いてものすごい驚いたんですが、指定管理が僕メインの収入かと思ったら指定管理そんなに実は もらってないんです、はい、指定管理をどういうあれだからジョイントベンチャーでやってるからなんですか、ね、そうですね、あの、まあ、ちょっとどこの財布に入れるか問題っていうのもあるんですけど、うん、この自宅収益っていうのは確かに指定管理をすることで直接もらえる収益なんですけど、大まかに言うと僕ともう一人の職員が出向してるんですけど、ホールにその人の人件費がほとんどです。で、指定管理料で年1年単年度で、利益が出ればその利益を4社で分けるという、逆に赤字出たら4社で被るんですけど、4社でもらうっていう部分がここに入ります。だからさっき言ったように指定管理者がやる事業で船長に演奏を依頼するものがありますね。あの、子供クラシックで演奏してくださいとか、ポップスの谷村新司と演奏してくださいとか、そういうことの出演料が上の方の公共的な事業収益に入るんです。たとえ指定管理者の仕事だとしても、その下の方は事業あの演奏とかワークショップの講師料以外で、指定管理をすることでもらってるお金がこの1300万ですね。で、あとは、まあ、国庫保有金、はい、であったりというところで、じゃあコストの方、費用の方を見ていくと、まあ、これ皆さん分かってる、知っておけとかに詳しい人はこう当たり前だったと思うんですけど、そうじゃない人にとってはそうなってるのかということで、まず、まあ、役員報酬ゼロ、はい、みんなボランティア、そうですね、今はそうですね、うん、はい、で給与手当が事業費の、まあ、3分の1、はい、もうだからあれですね、3分の1はお給料で絶対入れていくと、はい、いうことですね。で、はい、他どういう構造になってるんですか。まあ、だからあとは本当に演奏会をする時の指揮者とか、うん、独奏者の支払いとか、コンサートホールを借りる時のお金とか、まあ、あとは他の会社と一緒で宣伝する時の宣伝費とか、うん、光熱費とか、遠征する時の旅費とか、まあ、本当にそんなもんですよ、うんうん、いやなのであのこういう先ほどの、まあ、橋本さんの話もそうですけど、どんだけやっぱりオケのところで危機感が強いなと思って、やっぱりこの人を雇ってるっていうのは本当に、ね、あの今年お金がないから明日からクビねとか明日から給料減らしますのでできないので、労働者ですからね、ちゃんと。でもその中であの指定管理料でいうとそんなに大きくないんですけども、なんでその、まあ、こっちの話に戻りますと指定管理を受けようかなっていうふうに思ったんですか。まあ、一つは当然あの全くやらないよりは収益があると思う。指定管理者として依頼される仕事があるし、うまくこの指定管理という仕組みが回って収益が出れば、それはあの
我々の方に入っていくわけだから、で純粋にその出向してる2人の職員の人件費は指定管理の方で、まあ、見てもらえるっていうかね、あのカバーできて、で逆にそれ以外の楽団職員がほとんどこちらの仕事って一回あの指定されてしまえば、その準備はみんなでやってますけど、指定されてしまえば関わらなくて済むので、運営中はそんなに負担はない。シナリアはその何か一つ拠点があるということで、先ほど示したようにこれだけその多彩なプログラムができ、あるいはまあそれは本当はね、他のいろんな自治体と平等できたらいいんですけども、まあ、ある意味その自治体の中にこう深くコミットしていって、その福祉だとか高齢社会だとかって、そういういろんなところとの連携がパイプがちょっとずつできていくみたいな、まあ、そういうことも当然最初から考えてやっています。あのオケと行政の関係でいうと、もう本当に一般的にはフランチャイズっていうのは本当に事例として多くて、指定管理っていうのにあの踏み込んでいくっていうのは少ない事例かなと思うんです。これは指定管理だからできることとか、はい、メリットデメリットってどういうふうに思ったりしてますか？まあ、指定管理だからできるっていうと、まあ、全体の絵が描けますよね。少なくともそのホールでやれる全体の絵が描けて、その中で楽団にどの部分をあのやるかっていうことと、あとこれはさっき言ったその共同によるパートナーシップの一部とちょっと反対のことを言っちゃうかもしれないんですけど、僕がオーケストラの職員でもあり、もう一人いますけどね、僕以外そのオーケストラの職員でもあり、ホールの職員でもある人がいるので、話が早いっていうことです。何かやろうとしたときに、これフランチャイズといえど別々の職員で別々の予算で動いてますから、当然指定管理は別の予算で動いてますけれども、あのオーケストラだったら間違いなくこういうことができるって、まあ、すごい俗人的ですけど、僕だったらあの人だったらこれができるな、そういうのが見えてるわけじゃないですか。そうすると、まあ、かなりその細かいあの事業が作っていけるっていうのは一つありますね。で逆にあのデメリットじゃないんですけど、やっぱり当然これは公共の指定管理なんで、センチュリーがいいように使うことはまず許されないですから、センチュリー公共楽団があのちゃんと事前に計画をした共済事業としてやるんだったら別ですけれども、センチュリー公共楽団が単独で優先的にこのホールを使えるわけでもないし、使うんだったら1時間でもお金を払います、指定管理者に。センチュリーから普通に全く同じ金額を、何の減額もないですし、当然あの市民の人に最低これだけの日数を貸し出さなきゃいけないとか、土日祝使っていうのはこれこの日だけですよという限定も同じように受けてますし、なのでそこはこうやっぱりうまくあのやらないといけないところですね。OK の純粋な運営だけ考えたら、まあ、ちょっとフランチャイズの契約にもよるかと思いますけど、他に恵まれているところ、はい、契約をしているところはあるかもしれないという感じですね。うん、あると思いますよ、うん、つまりそのホール全体に責任を持たなきゃいけないわけなので、うん、なるほど。でも当然、ね、センチュリーが管理したことによってオーケストラばっかりが使ってて全然市民に還元されてない、還元されてないっていうあの批判は当然受ける可能性がありますからね。でそれが本当にそういう現状があってそれを改善しようっていう意見だけだったらいいけど、そういう意見を使っていかようでも批判はできますから、うん、なんかそれと関係するかと分かんないんですけど、数ページが閉じられたな、その5つの事業の、あ、これか、はいはい、これものすごい理解するのものすごい時間かかったんです、はい、なんでこういう、はい、構造で事業を展開、普通に考える指定管理業務に全部押し込めたり自宅に押し込めればいいのに、はい、それぞれの豊中とセンチュリーのメリットっていうか、はい、こうすることでいいことってどういうことなんですか？まあ、一つはその市の関係づくりがいきなり指定管理から始まったものではなくて、最初に市が主催をしてセンチュリーが受託する事業が当然あったので、それは当然そのまま残ってるっていう話ですよね。まあ、下クラシックは豊中橋田のクラシックや世界の障害音楽祭というのは指定管理があろうがなかろうが、これは市と公共楽団の契約でやってますから、あのそれは残ります。でそこに新たに指定管理というのも加わったの でそれは指定管理者としてちゃんとそのホールをどう運営していくか、その時に楽団というソフトをフル活用してほしいけども、あくまでもこれは公共の運営
ですよっていう関係の中で成り立っているから、それはそれとして別にあると。で、あとはそれぞれの事業の特性によって、これは市が協力してもらった方がいいよねとか、これは市の助成金の要項にはまるから市にアプライしたら、もうこれはそれはダメだって言われたらダメですけど、いや市がそれはいいよっていうんで入るし、まあ、例えばなんか極端な話、指定管理って5年、我々の指定管理は2016年の4月から2021年の3月の5カ年なんで、今1期目が、1期目が終わって2期目ダメかもしれませんよね、再度調整する。その時にもやっぱり残る時期は残るっていう。それは、すごい楽団的な理屈で言えば、ある意味リスクヘッジでもあるわけですよね。指定管理がなくなれば、すべてこの市との関係終わるっていうふうにはしたくないし、当然市もそういうつもりではないわけなんで、それはやっぱり市としても楽団としても、そこを割り切ってやっている。すごい成熟した関係で、その事業ごとにどう、の性質ごとにどういう形態がいいかっていうのは、お互いこう考えながら選んでるっていうことですね。そういう綺麗な言い方をするとそうだし、もうちょっと多分現実的な言い方をすると、行政の仕事なので、この事業はこの良さっていうのは決まってますから、それは何だろう、たまたま指定管理がセンチュリーさんだけですよって話で、それをこう作り変えるっていうことじゃないから続いてるって言い方もできるかもしれませんが、逆に言うとそれを上手に自治体の方も我々の方も使って事業設定している、うん、まあね、特に女性なんていうのは単純なものですから、そういう意味で言うと、ただ驚いたのがその中身ですね。中身が結構尖っていて、はい、指定管理とか、まあ、さっきの受託のものも含めて、これ行政どちら側が発でこんなことを考えて、問題行動省が指定管理業務に入っているとか、はい、これだけ見るとすごい面白いなと、はいはい、という、まあ、あんまりちょっと言いづらいかもしれない。 あくまでもその指定管理の使用書ですから、市が縛れるのは、はい、使用書にはクラシックの鑑賞事業年間何本やってほしいとか、やっぱり市民との共同事業を年に何本やってほしいとか、大ホールだけじゃなくて小ホールでもこういうことやってほしいとか決まっていて、あくまでもそれにそれを満たすような形で提案してるし、あくまでもそれ以外の提案っていうのは、そこの条件を満たした後のプラスアルファの事業として提案してますから。もうちょっと指定管理の方は丸っこですから、これはもうセンチュリーの提案。でもこれは全部センチュリーの提案ではありますけども、あくまでも指定管理の使用書の中に収まるようにやってますね、全部、うん。そうすると、もともとのやっぱり豊中自体の何をやるべきかとか、かなり優先順位をつけられている。そうですね、豊中市自体も、まあ、その他の自治体と同じように、文化関係の条例を見直し、新しくビジョンも作り、当然そんなね、こんな立派なホールを市のお金作ったわけですから、その上にはかなりやっぱり文化事業の中でメインですからやっていて、その中で特に2016年にオープンしたっていうのは、その前のね、その第3次基本方針とか、文化の第4次基本方針とか、劇場法のことを踏まえて、地域の中に劇場がどうなるべきかってことを考えて、その使用書を作ってますから、じゃあ、はい、オーケストラ演奏してくださいねとか、市民に貸し出すだけでいいですかってことではなくて、やっぱり、こういう目的、こういう目的、こういう目的がそれぞれ使用書についてますから、じゃあ、それを受けて、今のこの事業体だったら、こういうことができますよっていうのを提案してますので。まあ、こういう話の時、センチュリーであったりというところに光が当たりやすいですけど、今日のお話聞いてると、結構豊中市も成熟したというか、結構考えているというか、レベルの高い自治体なのかも分からないですね。なので、やっぱりそれは使用書を作るときに、使用書の元となる文化経済ビジョンを作るときに、やっぱりかなり勉強とか視察をされた上で、当然、委員の先生も入っているし、ちゃんとした使用書、その使用書の全体のビジョンで、出てきてますから、それにじゃあプロのオーケストラだったらこう答えますとか、プロの時は選手で行こうだったらこう答えますよっていうものを提案したつもりですね。わかりました。じゃあちょっと会場の皆さんからも、結構場合によっては専門的な話にもなりましたけども、
挙手いただければ30分ほど長めにちょっと時間を取ってますんで、手を挙げていただければ担当がお伺いします。すみません、貴重なお話ありがとうございます。お伺いしたいんですけれども、こういったまず最初、公共楽団の、その存続維持を求めて、いろいろな行動を起こされたということだったんですけれども、はい、それで、こういった行動をなされた上で、それをその市民の人とか、行政の人とか、どのように評価しているかとか、その辺の話をそのやった方に、結果みたいなところを教えていただきたいなと、それをどのようにプレゼンテーションしているかっていう、なかなか指標とか数字で表すのは難しいと思うんですけれども、はい、その辺について伺えればと思います。はい、まず、その市民の人の声をどう拾うかっていうのは難しいんですけれども、現実として、こういう活動をしていることで、さっきも少しお話ししたように、やっぱり今まで公共楽団っていうものと全く関わらなかった人たちが関わっているっていうことですよね。その数じゃないのかな、質というか、その、所属というか層というか、それは現実として増えてますよね。だからオーケストラがオーディエンスを獲得するってすごい簡単なことではないんですけども、その手段を変えることで、コンサートホールの椅子に座っている人たちだけが我々のお客さんじゃないよっていう発想をすることで、お客さんが増えたっていうことはあると思います。で、それぞれ一個一個の事例を言っていくと、こういう活動ですから、例えばその就労支援のプログラムであれば、このプログラムの後に明らかに外出する機会が増えている人がいたりとか、高齢者であれば、エピソードで言うと、そのちょっとそこの住宅の中でトラブルを抱えた人がたまたま参加をして、これに来ることで、そこの支援員の人との関係性が作れて、そのトラブルの解消につながったとか、残念ながらさっき、映像に出てきた方のうちの一人は、高齢でも亡くなりになったんですけども、それまでは完全に身寄りがないというか、そのお一人だったんだけども、お葬式にこのみんなが参加できたとか、そういうことがあったりしました。で、評価っていう意味でいくと、指定管理者としての評価は非常に機械的で、いわゆる行政の指定管理に対する査定みたいなものが普通に行われています。項目があって、その項目に5点満点で、中身のことから、その清掃ちゃんとしてますかとか、法令点検ちゃんとやってますかってことまで同じように評価されます。で、当然指定管理団では評価員という方が選定員と同じ人がなってますので、その方々が、それぞれの活動を見てですね、ABCD をつけるわけですけども、やはり今やご紹介したような活動というのは、なかなか他の、自治体とか他の公共で取り組んでないことも含めて、かなり細かくいろんなことをやっているので、そこに対する評価は高いです。で、なので逆に言うと、こういうことを取り組んでいて、こういうことをその提案書の中に書くことができたんで、それはじゃあ、はい、コンサートを、指定管理を取れたらコンサートをやりますとか、しないことをやりますだけじゃない部分が当然提案できたんで、それはその、これ全然できですけど何でもないので、本当に平等に審査された結果なので、最終的に我々が指定された時のかなり過程になったというふうに考えています。報告書、お茶の間のやつとかも上がってて、ね、そうですね、ちょっと今日は時間ないんで省略しましたけど、お茶の間オーケストラで検索していただけると、日本センチュリー交響楽団のウェブサイトに行けます。で、そうするとそこに冊子が出ていて、この年は文化庁の受託事業として やった年なので、さっき言ったその同志社女子大の草加先生の、リサーチ結果を含めたかなり詳細な読みやすい報告書が出てますので、ちょっともう印刷したものは在庫切れなんですけども、ぜひウェブから見れますので見ていただくと、エビデンスベースの評価っていうものが
が見ることができます。あんまり見ないですね、こういうね、本当にこういう研究というか、お年寄りに与える影響をね、そうです、心理学っぽくも本当にこれはどういう影響を与えているかっていうことに集中したあのリサーチなので、あのかなり明確なあのものになっていると思います。よろしいですか。はい、じゃあ他に、ちょっと3つほどあるんですけど、はい、1つは、指定会事業や企画とか、オケの集客にどれぐらいなってるかというところ、はい、それから2つ目は、はい、JTB さんだと思うんですけど、はい、JTB さんとの役割の住み分けみたいなことについてちょっと話して、はい、最後に、豊中以外の他の近隣の自治体から、はい、こういった事業の取り組みについての問い合わせと、はい、なんか実績等があったと思いますか。指定管理をやったことでの集約っていうのは、実はそんなに明確に見えるものではなくて、というのは、まあ、ある意味旧市民会館っていうのはほとんどが、ほとんどというか完全に過去5年ぐらいっていうのは、閉館までの5年っていうのは貸し館しかしなかった、主催事業を全くしなかった貸し館の市民会館でしたので、かなりあの地元のお客さんというのが、あの発表会見に行くとかってことはありましたけども、いわゆるその小屋で何かやってるんで見に行きましょうっていう文化はちょっとなくなってたんですよ、現実的には。なんでそれをこう取り戻すことを今やってるので、なかなかその前というもの比較っていうのができないですし、じゃあこの豊中でコンサートやることで、じゃあ豊中以外で大阪市内で我々がやってる普段の提携ですから、どれだけお客さんが増えたかっていうのは非常に難しい話で、しかも、リサーチの仕様もないんですけども、まあ、あの、その、どこまでお客さんの考えるかっていう話で、今言ったように、あの、キットを買ってコンサートホールの椅子に座る人だけのお客さんだっていうふうに考えると、そんなに指定管理を取ったことを急にお客さんが来るとは全く思います。だけども、こういう活動を通してセンチュリー航空団ということの存在を知り、そこにいる人たちが自分たちと遠い存在ではないと、同じ空気を吸って生きている人たちなんだ。何かあった時にオーケストラって言われたら日本センチュリー航空団が浮かぶみたいな、そういう人は確実に増えていると思います。なので、そこは、この、常に問わ、あの、常に、あの、課題っていうか、質問であるところなんですけどね、こういうコミュニティプログラムとかアウトリーチみたいなことが、地域化につながるんですかって言われたら、あの、すぐにはつながらないっていうのが、あの、現実だと思います。二つ目が、何でしたっけ、すみません。JTB さん。あ、JTB は進めた。JTB、今言ったように、JTB コミュニケーションデザインとセンチュリー公共団がソフトの方をやっていて、で、さらにそこを分けると、貸し館ですね、いわゆる市民の方にお部屋、ホールをお貸しする業務は JTB の職員がやっています。で、広報も JTB の職員がやっています。で、制作に関しては JTB の職員とセンチュリーの職員と一緒にやっています。で、そこで、センチュリーの事業はセンチュリーの職員がやる、それ以外の事業は JTB の職員がやるではなくて、もうここはミックスしてやってますから、JTB の職員がセンチュリー工業団の係長をやることもありますし、私は全然関係ない劇団指導なことも、あります、そういう住み分けになっています。で、3つ目の他の自治体なんですけども、さすがに指定管理をうちでみたいな、そういう話はありえないと思うんですけども、あの、先ほどお見せしたようなそのコミュニティプログラムってことに関して、あの、うちの自治体でも、やってみたいとか、っていうのはたまにあって、で、まだ自治体ベースでは実現してないんですけども、とある、福祉系の NPO に頼まれてこの事業を他でやったり、まあ、それはお仕事として引き受けたりとか、あとは
まあ、そうですね、そういうちょっと自治体規模ではまだないんですけども、あの他の主催者の人に反発で、一つはあの自治体というか、他のある市の文化財団にこういうあの創作型のワークショップをやってほしいと言われて、それはお仕事として、まあ、普段で受けているということはあります。はい、今、問い合わせの中であの指定管理という話はないとおっしゃったんですけど、逆に。センチュリーとして今後展開として他のところも取っていくなんていうのは発想の中にはあるんですか？どうでしょうね。ちょっと今はわからないですね。うん。答えづらくないですね。よろしいですか、ね、はい。本当にわからないです。答えづらいです。うん。じゃあ最後、一番最後には今後の展望みたいなものを聞こうかと思っていて、はい、はい、ちょっとその、はい、他の質問、どんな内容で、はい、お願いします。今日はどうもありがとうございました。あのとても素晴らしいあの展開だと思います。そのただ単に演奏を聴かせるとかあのやるとかいう、それを聞いてもらうとかいうだけじゃなくて、あのそれが聞く人を超えてあのつながりを持てる、そういう音楽を通してですね、あのこれを他の分野にこう行けば、例えば美術とか、なんか工芸とか、なんか分かりませんけど、いろいろあると思うんで、その人のつながりが、もっとこう広められるんじゃないかなっていうのがありまして、あの今の他の自治体とかそういうところにこうどうやってこう広げていくか、そこにこう意見を交換しながら、あの共同で連携を持ちながらやれるかっていうのを、どういうふうにお考えになっているかっていうのをちょっと聞かせていただきたいと思います。そうですね、あの今、こういう活動をやっていて、特に、広がりが難しいなというものは、これ我々以外の、我々の楽団に今参加している楽団以外の音楽家の人たちがやっぱりなかなかこうやりたいけど難しいとか、ちょっとあのなんかどうやっていいか分かんないみたいなことが多くあるので、そこに関してまずはその音楽家の育成みたいなことをおせっかいでもやってみようと思っていて、でそれが先ほどちらっとお話をしたハンドブックを作るってことなんですね。でこれはあの5年間やってきてコミュニティプログラムっていうのを、あの誰もその即興演奏がすっごい得意ですとか趣味で作曲してますみたいな楽団ってほとんどいなくて、みんなあの音楽大学を出てあの普通にオーケストラの修行をしてきたメンバーなので、でもそういう人たちがこの5年間で何を感じ、何をクリアし、でも今何が難しいと思ってるかっていうのは全部ヒアリングしてるんですよ。で、このヒアリングした結果ってすごく貴重なんですよ。誰もやったことないからね、その誰も知らないから、このヒアリングの内容って。だって他のオーケストラやってないし、めちゃくちゃもう慣れちゃってるイギリスの人たちに聞いたってしょうがないでしょ、こんな僕らが入る前からやってますとかっていうんだから。だから、今このスタート地点で、始めた人たちのこの苦しみを含めた疑問みたいなことを今全部洗い出したので、これをもとに、来月トレーニングをするんですよ。あのじゃあこういうことやったらいいんじゃないとか、ああいうことやったらいいんじゃないというトレーニングを、あのさっき出てきた野村誠さんと杉潤さんでやります。でその質問、その疑問に対するトレーニングの答え、やったトレーニングとその結果みたいなことをまとめて、まあ、ある意味ハウトゥー本みたいなものを作って、でそれをその年度末に出版じゃないな、あの無料なんで出そうと思うんですけど、今度はそれをもってセンチュリーが仕事として他の財団とか公共ホールに、うち音楽でワークショップとか社会保障事業やりたいんだけど、あのまず音楽家の育成からやらなきゃいけないよねっていう声をよく聞くんで、そういう人たちにじゃあこの冊子とセンチュリーのグッドハイン使ってお宅の自治体で音楽家の研修やりませんか。でそれに対してちょっとこう講師をもらうみたいな
まあ、仕事仕組みが作れないかなって思っています。あのそうするとあのもう少しこのなんかすごく上あのなんていうんですかね、法律とかビジョンとかあるいはもうちょっと降りたところに行く助成金とかそういうことが文言にはたくさんこういうことも出てくるんだけど、なかなかやっぱり芸術団体とか特に音楽家音楽系の芸術団体として、その辺が不足してると思うので、そこをちょっとあの共有するといいんじゃないかなと思って今動いてますね。あのやっぱり今おっしゃったようにその劇場ある調査を日本芸術文化振興会さんとしていて、でその中で劇場音楽堂っていうのは結構地域へ波及するという意識はとっても強いんですけども、やっぱり文化団体ってまだまだで、やっぱりそれ自体いい作品を作る、それはそれでものすごい重要な尊いことであるんですけども、やっぱりその波及するというのは弱くてですね、で今日あの日本センチュリーさんお話聞いてましたけども、これ業界内でどういうふうに映ってるんですか、他のオケとか、まさにさっき自治体からヒアリングがあるんですかって、うん、はい、他のオケとかからすると、はいはいはい、どうなんでしょうね、他のオケの人じゃないんで分かんないですけどあのまあやらないことには意味があるってよく言う、やらないことには理由があるんで、多分他の人たちは何か理由があってやらない、まあでもいやそれ難しくて、僕もうちょっと実はそのイギリスから帰ってきた時にきっと他のお客さんもさっさとこんなことやり始めるだろうなと思ってかなり焦って始めたんですけど、なかなかそうじゃなくて、まあ一つはこれが直接的に収入にはまだ結びついてないかなと思うんですよ。例えばこれが、うまくいって、まあ、かなりその結果が分かりやすいので、普通に演奏するよりもそこに対してすごく価値を見出してうまくファンドレイジングができて、センチュリーがあの経済的に安定したとか大きなあの何かお金が取れたみたいなことになったら、あと考え出すかもしれないですけども、ああ当然はセンチュリーの前にあの日本というハーモニーコード楽団がずっと歴史があって、でマイク・スペンサーというイギリス人のバイオリストとそのこういう教育プログラムをやってますけども、まあ、いわゆるこういうその相互交流型のプログラムっていうのは、まあ、日本センチュリーか日本フィルかぐらいですね、あの具体的に動いているところで、あの拡大単位であのちょっと年に1回あの、イベント的にやってる人たちもいるんですけどね、実はちゃんと見てる、うん、まあ、いろんな理由が、やらない理由もあるんじゃないかと、まあ、余裕、ある程度余裕もね、まあ、多分そこが一番ね、だと思いますよね、はい、うん、みんな忙しいですしね、うん、ちょっとごめんなさい、口挟んだって大丈夫ですよ、なんか、ぐちゃぐちゃしましたから大丈夫です、はい、なんとかじゃあ他に、はい、どうもありがとうございました。3つほど質問があるんですけれども、1つ目は、はい、2012年と2014年の出来事がなかったらホール指定管理に選定されなかった可能性は大きいんじゃないかなって想像してるんですけど、はい、要するに実績があったから選ばれたんじゃないかなって勝手に想像してるんですけど、どうでしょうかっていうのが1つ目の質問です。2つ目の質問は、プログラムの説明をいろいろとあのしていただいたんですけども、まちづくりの協定、協定 の、うん、あの内容をもう少し、はい、どういう形でまちづくりを手伝ってあげるんだってコミットしたのかというとですね、はいはい、で3つ目はあの私の知ってる限りではホールが自分でオーケストラを持ってるっていうのは清居ホールだけだっていう認識であります、はい、でこの場合も豊中市ホールは自分のオーケストラを持っているというふうに言えるんじゃないかなと思ったりしたんですが、はい、いかがでしょうか、はい、じゃあ一つずつ、一つはそうですね、あのまず2012年の協定があって、その後に先ほど言ったマシタカクラシックや、世界の初段音楽祭をやってますから、まあ、いわゆる単なる演奏だけをする、演奏家集団が指定管理を取ろうとしているっていう前提ではない、コミュニティプログラムをはじめ、すでに、
なんとかいろんなことができるオーケストラであるってことが前提に、話が始まっていて、まあ、その上で改めて委員の人がこうあの公正に審査をしているってことがあるので、確かにその関係性っていうか信頼感みたいなものが当然あのいきなりあのいきなり出してきたっていきなり申請書みたいな初めてそこにオーケストラの名が入ってたっていうのに比べたら全然違った印象が違ったのは事実だと思います。それはただ2010年の時点で指定管理を取ることも絶対に OK にしたかとそうではないですね。で、まちづくりの協定っていうのはなんかまちづくりというとなんかちょっと かなりカチッとしているように見えますけども、 あくまでもその、楽団がせっかくその豊中市にあるんで豊中市の文化事業とかあるいは音楽教育とか、そういうものにあの積極的に選中にも貢献するし、市もあのそういう場面で必要になれば選中にお声掛けをしますよっていうような、まあ、簡単に言うとそういうあの協定ですね。まあ、豊中市から言えばこう地元の、地域の、なんて言うんだろう、地域の資産じゃないですか、あるいはオーケストラがそこにあるっていうのは、なのでその資産を活用 しますよっていう、そういう協定ですね。で、次がホールを持って、ホールのオーケストラ持ってると言っていいじゃないかということでしたっけ。まあ、そうですね、ある意味、そう考えても、あの指定管理という仕組みの中ではありますけれども、あのホールがオーケストラを持ってると言っていいと思いますね、あの現実的にはこういう活動をしているということを見ると。あの所有権もないですし、センチュリー工業団、センチュリー工業団で独自で、あの、豊中ホール以外の仕事もやってますし、なんていうの、豊中でのホールの仕事が、一番最初に決まるわけでも何でもないんですけども、ホールとして見ればすごく、いろんな意味で使いやすいというか、自分たちの、身内というか、というふうにオーケストラを活用できるというか、まあ、当たり前ですよね、自分とかやってるんで、というふうに考えていいと思います。で、今、途中でおっしゃった、その豊中以外のも割と受けるっていうのは、豊中市自体は割と、寛容っていうか、どうぞっていう。それは全く関係ないので、一公益財団で、あくまでも市との協定というのは豊中市と楽団との関係なので、それは そんなに拘束しているものではないですし、その別に指定管理というのはあくまでも業務として受託料をもらっているし、それぞれのさっき言った市の主催事業というのは出演料の紹介をもらっているだけであって、それ以外に運営やの助成や補助をもらっているわけでも何でもないので、そこに関しては当たり前のように普通に仕事をしていて、豊中の仕事って多分1割以下ぐらいかな、うん、全部で言えば、うん、大阪府からも受けたりしてるんですか。大阪府はそんなに大丈夫ではないんですけどそれでも公募大丈夫ですよ、普通にあれば受けますみたいな感じです。そこは大人で関係ですね。はい、すみません、じゃあ他にいかがですか。じゃあ、後ろの方から。はい。貴重なお話ありがとうございます。どの事業でも必ずのパートナーとしてコミュニティプログラムでは外部の方を入れていて、それが教育や福祉の専門家である場合もあれば、かなり異色なアーティストが職場として入る形もあって、でどちらのケースでもすごくうまく活用されているなというふうに感じました。でそのパートナーを選ぶ時の視点とか基準っていうのはあるんでしょうか。例えばレゲエのアーティストを高齢者の集団にポンと入れてみようとか、なかなかこうできない発想かなと思うんですけれども、ちょっとそのあたりのことを聞かせください。ありました。パートナーがアーティストっていうんでいくと、やっぱり最初はその野村誠さんを指定したんですね。でそれはもう本当に何ていうの、僕のその経験っていうか、この人がどういう仕事を今までやってきて、で逆にイギリス的に見てきたものを
どういう作曲家が座ればうまくいくかっていうことがピタッとあったんで、まず彼を、に話を持っていったっていうのがあって、で、まあ、あとはもうそこからなんかこう広がっていく、その自分のなんていうんだろう、こうアイディアの話で、まあ、当然そうすると他のいろんなアーティストがどんなことをやってるかっていう興味を持ちますし、誠さんを通じて知り合うアーティストもいますし、でまあ、彼はレゲエアーティストなんですけども、あのずっとその高齢者施設で、ワークショップをやったりとか、子どもたちとあの音の砂場っていう放置型ワークショップ、まあ、放置型の何もしないでまず何を子どもたちが楽器の前でやるかっていうのをじっと見るっていう、そういうワークショップ、独特のワークショップやったりとかして、やっぱりちょっと作曲家じゃない、アーティストがこの一緒にワークショップやったらどうなるかなっていう視点も必要だなと思ったので、彼にオファーをしたっていうようなことがあります。で、あとはその、ね、事業のパートナーとしてっていうのは本当にその分野で、これも様々で、本当にその分野で面白そうなことをしている人を紹介されたりとか、本当に市役所に行って、さっき言ったみたいにこういうことをやりたいんだけどどこでやったら一番いいのかとか、市役所がやりたいとかはどこですかとか、そしたらその時にキーパーソンになる人を教えてほしいとか、まあ、文化芸術家に行って今度こういう授業やると思うんだけど市役所の人紹介してくださいとか、まあ、本当にそうやって一個一個当たっていってるっていう感じでしょうか。で、リサーチに関してやっぱりなかなか実例が少ないんで、本当に過去に何かこう芸術と高齢者の分野で研究とかをしている人を聞いて、その人に紹介してもらったりとか、逆にセンチュリーがやったんで、さっきの草賀先生は他の、公共ホールの各プロジェクトの調査をやったりとかしてますね、今ね。ありがとうございます。じゃあちょっと引き続き最後のご質問になると思います。非常に貴重なお話ありがとうございました。時間がない簡単に1点だけ、いろいろなアクティビティの中で特にご高齢者との音楽的な関係というのにおいては声楽というのは無視できない大きな力を持っていると私は思っております。その中で天竜さんもお手つきの合唱団をお持ちだと思うんですけれども、今のそのお話の中で合唱団も同様に噛み込んでいらっしゃるんでしょうか、あるいはこれからなんでしょうか。ですね、合唱団は、センチュリー合唱団なんですけど、アマチュアの合唱団で、ちょっとやっぱり本体とは違う動きをしているんですね。なので我々が特別にオファーをしない限りは彼らが我々の事業に関わるってことはないんです。なので現実的に今は彼らの合唱団と一緒にこういうコミュニティブログをやってるってことはないです。ただ声を出すとか歌が大事だということは当然あるので、実は今日の映画全曲の中でその楽団員が歌うっていうか、そのいわゆる一生懸命歌うわけじゃないんですけど、やっぱり一つのきっかけとして歌を使ったりとか声を出したりとかっていうのをワークショップの一つのメソッドというかテクニックとして使うということはたくさんあります。じゃあちょっと簡単に最後、展望というか、もうコミュニティプログラムを始めて、まあ、今年で5年で、して3年経ちますけど、2024、今から5年後ぐらいっていうものを見据えたときに、どういうものを展望を持っていたり、どういう姿に目指しているかというのを、ちょっと最後、簡単に。まあ、先ほど質問にもありましたけれども、まあ、今、指定管理をしているところで、豊中、まあ、豊中以外に大阪市内とか、あと大阪府下の他の、平、千葉、まあ、他の自治体とかでやってるプログラムがあるんですけども、まあ、この事業がセンチュリーが独自にやるものもあれば、先ほど言ったように他の財団とか自治体とか他の法人のパートナーシップを組んで、我々の活動がもう一つ展開されるってことが一つと、まあ、それはもう一つ、それの先にやっぱり国境を越えて、例えば今は我々がイギリスの音楽家を呼んでますけども、我々が例えばイギリスでワークショップをやったり、あるいは東南アジアとか東アジアの国に出ていって、まあ、ある意味日本ではこういうことが起こっていて現地の人と向こうの文化を共有しながら活動していったりとか、つまり今、オーケストラが、当たり前に海外公演をしたりしますけど、その中それと同じようにこの
コミュニティプログラムを展開していく。でむしろこっちの方がもっとマシの中っていうか深いところに入っていくんで本当に文化交流ができるんじゃないかな。その中で新しいそのオーケストラの在り方とか表現の在り方とかっていうのが出ていくんじゃないかなというふうに思ってますし、あともう一個そのどうしても社会保障みたいな話をするとじゃあクオリティの問題みたいなことになるんですけども、僕はこれって芸術活動だと思ってるんで、こういうことをする中であの21世紀の新しい表現とか、こういう活動の中でオーケストラのミュージシャンが新たな能力に目覚めて、それが本体 の, そのシンフォニーの演奏の方にもフィードバックされてるっていう実際そういうことあるので、これが オーケストラとして の, その仕事の中のなんかこうポートフォリオみたいなのに当たり前のようにもっと入っていくっていう、それが国内的にも国際的にもっていうことは目指してます。いや今その本質的価値っていうのと社会的価値、経済的っていうのを皆さんね分けて考えたので、まあ、そういう意味で言うとある種こう全てミックスというか別にそこに垣根はないんだよっていうものをあの先駆的な事例取り組みなんではないかなというふうに思います。ごめんなさい、ちょっと時間になっちゃったので、じゃあ最後。